てさて、明日6時半に起きないといけない ODA です。よろしくお願いします。今回も、はい。まあ今はまだね、寝なくて大丈夫なんですよ。午後3時とかなんで全然大丈夫なんですが、まあちょっとどっかで寝ておかないとさすがになっていう。ただもう6時半って僕正直起きれる時間じゃないので、自力でね、そう、自力で起きれる時間じゃないから、もう徹夜しようかなと思ってるんですよ。友達を巻き込んで、はい、徹夜しようかななんて思ってるんですけど、さすがに申し訳ないじゃん、ちょっとさすがにちょっと申し訳ないじゃん、さすがにちょっと酒のつまみぐらい買ってあげようかなと思ってます。あ、酒飲める年齢ですよ、全員。もちろんですけど、はい、それは言っておく。全員20超えてるからね。うん、僕も20超えてますからね、一応ね。うん、こんなクソみたいな発言してるけど20超えてるんでね、これで、はい。まあ意外でしょうね、皆さんからしたら1,2,3,4,5,6,7,8,9 6か9かな、6か9、1,2,3,4,5,6,7,8,9、 やっぱ9か、9出るか。あ、5足んないやんけ。ここだと次1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9 4級になっちゃうんだ。あ、でもこれもう 4狙いしかないじゃん、これ。4狙うか、嫌だな。いや、4とか出ねえし、俺釧路は入れねえで有名なんだよ前のどこのパートだったか覚えてないけど、無駄に入れなかった記憶あるんだよ。うーわー、神経衰弱ゲーム、また弱い悪行やな。せっかくだから成功してほしいな。成功しろ、安い本で6億9000万って、1000万かけ年数ももしかして、じゃ、被害、それ痛い、それ、あまりにも痛くないでしょ、それ。ちょっと弱すぎない、キング。ちょっと過去最弱説ありますよ。めっちゃ綺麗に今ね、下噛んだ、ごめん。めちゃめちゃに今綺麗に下噛んだ。4、やったやった、入れた、くしろ、信じられない。これ俺じゃない、もしかして俺じゃないか、この後電源落ちるかどっちかだ前回言った通り電源落ちるんですよ、今僕の PS2 めっちゃ PS 中って、なんかPS 中ってなんか可愛くなっちゃったクソがよ、俺は可愛くねえ、俺は可愛くねえよもうプンカプン、まったくよ似合わねえキャラだな、ほんと。あー、さよなら、グッドバイ、バイビー。もう帰ってこなくていいよ、リーンよ。てんてんてるてんてんてん、てか、こん時ってさ、あれないんだね、てられら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 かみたいなやつ、一番最初にあるじゃん、それないんだね。ああ、なるほどな、中国カードか、いいもん持ってんな。俺もなんかちょっとそういうの欲しいね。ああ、ワクチンが切れちゃった。松山か、松山の近くってもう物件ないよね。てかもう石巻だけだもんね、多分石巻だけなんだよな、他全部取れたから、もうあと増資するだけだよね、基本的には。まあハワイっていう例外はあるけど、てかハワイってもう目的地になるの、これ。ならないんだとしたら、これクソ難易度高くね。てか今回って全物件独占したらなんかメッセージとかあんのかな。なかったらどうしよう。てかスーファミの桃鉄って容量の関係上ね、一人で全物件持つこと不可能になってるんですよね、確かね。だからその辺の桃鉄はなるべく僕はやらないかなっていう感じですまあまあやるとしても、もう50年プレイとかもね、100年やっても感はちょっと否め、正直。うん、まあ、ちょっと特殊なイベントとかあるから、それは視聴者さんにぜひとも見せたいんですけど、まあ100年やるかどうかって言われたらちょっと微妙だな。まあ全部やりたいんだけどね、できればね、できればね。うん、水族館ガチャやるか、これ。そんぐらいの暇は絶対あるわ。てか下関行ったんだな、お前な、全然見てなかったわ。ちょっと行きたくないけど、あ、じゃあカドリは行くか。カドリは行ってちょっと夢夢とか買っておくか。夢夢買っとけば東北飛んだら石巻行けるもんね。なるべくね、石巻って言わないように今気をつけて頑張ってます僕ね、なんかね、石巻って言っちゃうんだよね。なんでだろう、花巻と混ざるのかな、多分。
花巻と混ざって石巻って言っちゃうんだよな。石の巻ですよね。すいません、本当に。ごめんなさい。土地名、地名間違えんの普通にね、最低だからね、普通に。人の名前間違えんのと一緒だから、ほとんど。さすがにね、ちょっとそのミスはなんとか、個人的にはマジで避けたい、できれば。いくらバカとはいえ、ちょっと、さすがに常識ないから、それは。うん。さすがにね、そういうミスは減らしていきたいんですよ、できればね。カード駅がちょっと、カード駅はちょっと怖いよね。増資しとくか。おお、22%286億。すげえ、見たことない数字。いいね、286億か。いいね、いいね。何してんの？何してんの？マネオニ？何してんの？え、ごめん、全然わからん。どういうこと？何してんの？あ、じゃ逆走したぞ、ボンビラ星で。何してんの？何逆走した、あいつ。え、あいつバカなのか、もしかして。いや、まあ、バカなのは知ってるけど、え、にしたってでしょうよ。マジで？あいつ何？え、お前、え？お前、頭大丈夫か？マジで。全然してなかった。一応言っとこうか、じゃあ。え、ちょっと待って、全然わからん。どういうこと？あいつ、え？お前、何を？お前、何？マジで。お前は何？全然わけがわかんないんだけど、どういうこと？誰かその動きの意味を教えてくんね、俺に。全くわからん。あー、刀狩り欲しいな。よいしょ。売り場、うわーん、せめてこっち。あ、こっちもダメ。あらまー、あ、出すぎたんだ。1多かったんだ、これ。あー、マジ。これ3出たら一応売り場いけるか。ちょっと、まあでも、まあ持ってないかもしかするけどな。新幹線ちょっと欲しかった。あ、でも、松山のあの、なんかあっちの方、あっちの方っていうか右の方に売り場あったよね。あっちでは新幹線あった気がするな。ちょっとそっちで買うか。ちょっと星川ね、使いたくないですよね。下田行くときとかに使いたい。下田か、鈴だっけ？鈴。あ、これ使いたいんですよね。オレンジカード売ってる売り場、それこそ。オレンジカードと星根が売ってる売り場で使いたいんですよ、できれば。駅弁ラリーカードとか完成させてもいいぐらいだから、もうこれ暇すぎて。ちょっと欲しい。ちょっと駅弁ラリーカードちょっと欲しい。うん。せっかくだからちょっと完成させてみたいな。完成させたことないし。6。おお、一発で出た、珍しい。今日なんかサイコロもいいな。ブロックも足んねえな。ブロック買っとこう。で、夢。夢こんぐらい持っておけば大丈夫かな。うん、オッケー。あ、ワクチンしとけばよかったかもな。ミスったな。まあ、いっか。こいつなんでボンビラスで逆走したんだろう。え、待って。それで当たり引くのすげえ。待って。え、お前もしかして、あ、こっちの方が当たりだってこと？え、お前すげえな。え、お前すごくない？今、ボンビラ製の当たりを。え、すごくない？それ。ちょっと待って。その能力ちょっと欲しいぞ。いや、ボンビラ製連れてかれること俺めったにないけどさ、はっきり言って。ガチのプレイでボンビラ製連れてかれたこと俺多分、100回はないからな。100回はない。100回はない。そもそもそのレベルでやってるんだけどね。ボンビラ星なんかもう何千回見たかわかんないけどな。わかんないけど、100回は連れてかれてないからな。100回どころか、多分20回とかそんぐらいかもしれない。ボンビラ星ガチで連れてかれたのは。まあだからめったに行かないとはいえその能力欲しいよ。うん。正解、ボンビラ星の正解選別するってすごいな、お前。普通にかっけえ。英雄の帰還だよ、英雄。三重士の復活だ。三重士？残り2人連れてこいよ。入った。あぶねえ。いや、まあ、お前はまだ入っても7778って。7778か。ごめん。7778って。全部7で揃えろよ。So bad! これの元ネタ分かった人はなかなか桃鉄やってよ。よいしょ、いきまーす。2! はーい、お疲れ様でしたー。次も2じゃねえけど、これ。次も2じゃん。っていうか、俺の所持金やべえことになってんな。20兆って。
持て余すわ。もう20兆も使うとこねえって絶対。絶対そんな使うとこないって金。キングボンビー食らったのに全然借金大したことねえな。40億って目的地1回入ったら終わりなのか。2売り場へご案内。もういいよもうええわ。もういらん。あ、ワクチンしとけばよかった。ちょっと待って。俺がシンプルにポンコツだな、これ。シンプルに俺がポンコツしてるわ、これ。もう、夢一回売って、ワクチンしとけばよかったな、普通に。1億4000万、お前、ジュエリーボニーじゃねえんだから。あ、入りやがった、こいつ。一番入っちゃいけない、お前が。お前、金あるもん。金プラス丸は、お前、買っちゃダメだよ。買っちゃダメだよ、じゃなかった。入っちゃダメだよ。あ、でもはっきり言って石巻ってわざわざ行かない限りは行かねえよな。行く機会ねえもんな多分。てかこれハワイっていう目的地ある？これないよね。ハワイ行きたいんですけどハワイ行きたいんですけど、ハワイ行くタイミングどこにあります？マジで。てか台場か。台場夢かな。夢かな。バカ、いいわけねえだろ。カスなんだよ、もうなんだよ、本州に乗せてくれ。もうでしょうね。お前物件一軒もねえもんな。てかだったらお守りもいらねえんだけどな。もう貧乏神にカード割ってもらえよお前。なんか俺らぶっ飛びカスすぎません？もう一回。ちょっと賭け。バカ、西日本から出れない。西日本から出たいよ。え、なんでこれでまたキングになったらすげえな。おめえはキングボンビーを寄せる天才だ。は？なんだお前、連れて帰る誰かこいつは。なあ、こいつの保護者呼んでこい。全裸監督こら。あ、いい角度じゃない？あー、微妙だったわ。まあ、微妙ってことはないか。まあまあまあ、マシな微妙。マシな微妙だね。うん。てか違うの、僕は石巻に行きたいんであって4回ぶっ飛んで4回ともクソってどういうことよね。9999億。9999億。これ1兆乗るな、収益これ。1兆乗るわ。1兆乗るな。絶対1兆乗る、これ。もう、これ。いや、やばいでしょ、これ。ちょっと待って、これ。これどうすんの？これ収集つかないって、もう、いろんな意味で。石巻買ったら多分これ1兆超えるな。うん、超えるわ。多分1兆超える収益額が。って考えたら、あと30年ぴったりあるわけでしょ？あと30兆増えるのか、総資産。60兆ぐらいで終わりそうだね、じゃあ。